はい、どうも藤本動画藤本です。今夜中の3時ぐらいなんですけれども、茨城県のね、茨城空港の近辺に来ています。で、何しに来てるかっていうと、航空自衛隊のね百里基地の方に、明日また写真を撮ろうかなと思ってるんで、来て車で車中泊してるんですけども、今回ねちょっと以前ねご紹介しましたポータブル電源をね今使ってるんで、それをちょっとご紹介しようかなって、こんな感じに使ってますよっていうのをね、ご紹介しようかなと思って、動画回してみました。はい、以前ね動画の方で紹介しましたジャグリーのねポータブル電源の 700W ですけれども、今回ね初めて、前にねちょっと動画の方でストロボをねこのバッテリーを使ってね炊いてみるとかっていうね動画上げてますけれども、まあ本来の用途としてはまあこういったねアウトドアというかね、まあ車中泊とかで充電するためにね買ったものなんですけれども、はい、初めてちゃんと活用できています。で、今ね動画を撮ってるiPhone なんですけども、それにねつながってるこの黒いうねうねのこのコードが今ね、ちょうど iPhone のねバッテリーも今あまりないんでつな、げています。で、その他ねこのエアバンドね、iCOM の ICR6 っていうねエアバンド、こちらの方もねちょっとね自宅の方で充電するの忘れてたんで、ちょうどこれでねジャグリーのこのポータブルバッテリーの方で充電してみています。こうね、こっちの AC の方で、で今こちらの白いケーブル USB のね白いケーブルはちょっとね今ちょうど照明当てているね、ライトの方につながっています。で、この後ねちょっとバッテリーの方とかもね、まあまだねそんな特別充電しなくてもいいんですけども、まあバッテリーの方もカメラバッテリーとかはね充電してみようかなとかも思っています。はい、で今ね、大体どのくらい使ってるかというと、はい、ね、よいしょ。はい、今ね、23W、20W になったね。82% ですね。こんな感じ。はい、ね。で、こう使用中のランプがついていてね。シガーソケットとかもね、使えばここもね、使えるんですけども。はい。こんな感じですね。まあ、車中泊とかね、まあ、本来いつもだとね、車のね、エンジンかけて、インバータを積んでるんで、インバータの方でね、充電とかしてたんですけども、どうしてもね、ファンの音がうるさくてね、その辺でちょっと一回ファンの音をつけてみようかな。いつもね、バッテリーの充電とかね、いろいろ充電してるのは、このインバータの方をね、使ってるんですけども、まあ当然ねこのインバータを使うんだと、まあそのままねエンジンかけなくても使えるは使えるんですけども、バッテリーからね電源取ってるんで、ちょっとねエンジン止めちゃうのも怖いんで、いつもエンジンかけた状態にしてます。で、これをつけるとこんな感じでね、結構ねファンの音がねけたたましいんですよ、ね、なのでまあ、車中泊とかで寝たりするのに結構、まあ、こう耳障りというかうるさいんでね、これずっとつけっぱなしだと寝れないんで、まあ、今回ね、こちらのジャグリーのポータブル電源だとね、もう本当に、全然音も鳴ってないんでね、すごい非常に静かで、うん、いいと思います、これね。はい、こんな感じ。まあ、ちょっと大きいですけどね。はい、ちなみにね、まあ、ちょっとね、大きさ、この画面で、いまいちちょっとね、わかりづらいかもしれないですけど、ちょっと引いてみるとこんな感じです。はい。ね。今、運転席の方に、こう、乗っけてるんですけども、こんぐらいのね、大きさ感ですね。はい。うん。で、まあ、とりあえずね、ここにポンと置いといて、僕はね、リアシートの方でね、横になってね、仮眠取ろうかなと思っています。はい。ね、結構ね、大きいですけどね。まあ、ただね、重さ的にはそんなにね、まあ、軽くはないですけど、まあ、そこそこ、そんなに重くはないんで、まあ、持ち運びもね、とても丈夫なんでね、いい感じに持ち運べるかなという感じですね。はい。ということで、こんな感じですね。静かに、音も鳴らないんで、で、この車のエンジンもね、止めても大丈夫なんで、まあ、この後ね、車エンジン止めて、しばらくね、ちょっと仮眠を取って、明日、また、百里基地の方のね、自衛隊機とかね、うまく飛んでるようでしたら、写真の方を撮っていきたいと思います。はい、まあそんなわけでね、まあちょっと
雑然とした、ちょっと分かりづらかったかもしれないですけどね、こうね、暗いんでちょっと 画像もザラザラしてますけども、まあ、ちょっとせっかくね、ジャクリのね、ポータブルバッテリー 700W の方ね、持ってきて充電とかしてるんで、今までね、ちゃんと紹介できてなかったんで紹介してみました。はい、あとね、どんぐらいだろう、4時間ぐらいかな、したら多分ね、まあ航空自衛隊のね、まあうまく上がればですけども、航空自衛隊の飛行機とかもね、8時ぐらいから飛ぶんじゃないかなというふうに山を張ってきてますんで、まあ軽くね、2、3時間仮眠取って明日に備えようかと思います。はい、昨夜からね、このジャグリの、ポータブル電源の方ね。はい、エアバンドがいっぱい入ってくるね。はい、昨日からねずっと、いろんなものをね、充電し続けていますジャクリの、ポータブルね、パワーステーションですけれども、はい、今ね、エアバンドの方がねちょっと内蔵電池の方がね劣化してるみたいで、AC でつながないとね、ちょっと使えなかったんで、もう、ジャグリのポータブルステーションにつけっぱの状態で、使っています。で、あとはね、ソニーの α7R3 のね、バッテリーをね、充電してたり、アイコスを充電してたり、iPhone をね、充電してたりとね、まあずっと、昨夜から活躍中の、このジャグリのポータブルステーションです。まあ昨夜からずっと使い続けてどんぐらい減ったのかな、バッテリーこのぐらい、はい、このもんですね。69% なってますね。こんな感じです。